の極意はバンディ空間、お前と共に鍛錬する。行くぜ小次郎、ありったけの思いを詰め込んだプレゼントだ。すべてが行き着く場所。今回は、宮本を重心化使います。で、まあ殴りとか友情がめちゃめちゃこいつ強いんですよね。だから、カナンで、使っていこうと思います。で、まあ、昨日メンってめちゃめちゃ長すぎで、まあ、昨日のあのツイッター公式のツイッター見てたらめちゃめちゃなんか炎上的な感じだったんですよね。なので、まあ、私は結構まあ、もうやりたい集会とかあったんだけど潰されたんですよね、メンテで。だからもうこの怒りをもうここでもうぶつけていこうかなって、もういこうと思います。でこういって、でもうカナンにもう八つ当たりね、もうカナンにもう八つ当たりして、ミリ残ししてる。昨日のメンテの怒りをもうここで消そうかなって思いますね。でもね、昨日もめちゃめちゃぶち切れてた人多分めちゃめちゃ多分いると思うんですよね。メンテ中というか集会の時にいきなり緊急メンテ入って、そしてしかも4時までだっけ、4時までメンテで、まあ結局のところモンストをプレイさせないっていう、もうあれはダメだよ、もうあれは。そしたらでこういって、でここワープ結構出てくるんだけど、まあ武蔵の友情だったら、まあ友情出しておけばなんとかなると思うんですよね。ワープなくても。で重力で、まあ、こうやって加速するから、まあワープになるんだけど、まあワープなくてもまあ大丈夫でしょ。でこれで、でそしたら、バンパン、もうこれはこれこそもう真の宮本の力みたいな感じね。待ってたぜ私の力みたいな。多分これもワンチャンワンパンするんじゃないかな。そしたらこういって、今のプリに持っていかれたのか。じゃあこういって、プリも斬撃とか近ければ投げ払いとかで普通に倒せるから、こういってほらこんな感じね。で、あれこれどういうセットだっけ、3セットだっけ、ちょっと忘れちゃったんだよねこれ。あーお前か。じゃあそしたらこういって、まあさすがにこうやって距離離れてれば手にまで届かないんだけど、残念か。これだったら行くでしょ。でこれだったら多分斬撃と投げ払い多分両方ともボスとペニムに多分行くでしょ。であとは運ゲーなんだけどね。はい、あいった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 。で思った以上にこの投げ払いが結構火力出してくれるんですよね。距離近ければ。で斬撃も割とキラー M だから2倍の火力が出してくれるんですよね。こういってこういって、ほら普通にこんな感じでめちゃくちゃ火力出してくれる。で今回カナンに連れてきたけど、カナンじゃなくても
まあ、いろんなところ、まあ探したけどどこで使うのかなって、探したところ読みしかなかったんですよね。だからもう読みとか、まあ、こういうカナンとか、あと、まあ、私といえばもうニラカナとか、そういう感じのところしかなかったんですよね。だから、まあ、これから高難易度とかに使えるのかなって、あとは栄冠の闘技場とかに無理やり使うとしたらまあ使えるんですけど、まあ今後増えてくるのかな。で多分これで終わるでしょ。でこのメンテの怒りをこの爆発で結構めちゃめちゃ強いねこの爆発。まあ見残したけど、で、まあ、怒りが降ってきます。であとはまあ多分これぐらいでしょ、まあ、そんな感じで終わります。いつか流れるところ、あなたにだけ教えてあげる。